お粗末様でした。こうやって子供たちと遊ぶのが僕には最大の楽しみなんです。みなぎ、お茶入れてきたよ。おやおや、ラリサはすっかり北条さんがお気に入りのようですね。やだ、何それ。もう、先生がそんな冗談口にするなんて。でも、顔が赤いですよ、ラリサ。知らない。あの子、ラリサだけは特別なんです。ラリサは記憶をなくしてたんです。街道で一人泣きながら立ちすくんでいたんです。ええ、神のご加護があったとしか思えません。ボロボロの街灯を着てポツンと立ってた彼女の姿は今でも忘れられません。きっとよほど辛いことがあったんでしょうね。記憶までなくしてしまって、かろうじて覚えていたのが自分の名前だけだったのですから。スープは私とユーリが作ったんだから。まだ昼間の埋め合わせはしてもらってないんだからね。うん、だから次に来るときはパンと野菜をお土産に持ってくるように。よろしい。
無垢なあの子に血の匂いを感じてしまうのは僕の思い過ごしなのでしょうか。あの子、ラリサにこの銃を見せてはいけない。きっと彼女は何かを思い出してしまう。彼女の十字架となるような何かを。あの子、シュラの世界に引き戻してはいけない。出口の方向、間違ったでしょう。もう、ダメね。ほらほら、こっちこっち。うん、バイバイ。たるんでるわ。刻限の10分前には出社しているのが社会人としての常識よ。先輩、この書類コピー取ってきてください。あと、これとあれとそれも全部3部ずつお願い。結論から言おう。町長の娘、ジナは死んでおらん。今しがた保安部の調査チームから連絡が入った。火災現場を処理した者の報告によると、火災後に遺体らしきものは一切発見されなかったそうだ。言われてみたら、私たち彼女の最後を見たわけじゃないよね。この件に関しては、君らには荷が重そうなので、専門部署に仕事を回す。これは決定だ。君の意見は聞いておらんよ。お昼どうするつもりなの？
緒に行こうよ。え？私が？うん、せっかくだもん。でも私、町にはあまり降りたことが、その…こちらのお姉さんたちは、みなぎの友達？こんにちは、ラリサちゃん。突然の訪問ですみません。だいたい、なんで私はここに？ええ、聞いてますよ。わざわざすみません。さあ、遠慮なく上がってください。先輩、社会人としての自覚を。カレンちゃんも一緒にカレーの歌歌おうよ。元気が出るよ。
どれどれ、どんな味か楽しみですね。これは、これはまた辛口ですね。辛いのが苦手な子は残した方がいいかもしれませんね。みんな、お待たせ。まず、皆さん、これは試練だと思ってくださいね。なんで？美味しいのに。ほら、味は散々だけど、この思い切った辛さは捨てがたいわね。